こんにちは、速回塾の久保です。そうですね、山本太郎さんみたいなタイプとか、橋本徹さんみたいなタイプの政治家さんっていうのは、もう割と私たちね、一般市民にも切り込んでくれる、なかなか伝えやすい、要するにタレント派だっていうところなんでしょうね。タレント出身の議員っていうのは、やっぱりそれなりに説得力、それから親近感、市民の味方感っていうのはすごく強いでしょうね。で、私がね、歴代のその政治家さんの中で、インターネットなんてない時期にものすごくその、エンタメ色っていうかね、タレント感を出してきた政治家さんっていうのが2人ぐらいすぐ思いつくんですよ。これはね、浜口さんですよね。浜口さんはもうお亡くなりになりましたけども、ビートたけしのテレビタックルとかも出てましたけどもね。ただ現役時代も派手なパフォーマンスをね、やってメディアで騒がれたりとか、あとやっぱりね、中卒で出ていらっしゃったのかな、あの方は。で、もう破天荒めちゃくちゃなんだけども、まっすぐ一本気なところが人気があったかなってことですよね、浜口さんね。浜口さんみたいな政治家さんが現代に蘇るとしたら、橋本徹さんとか山本太郎さんなんじゃないかなと思います。あとはね、田中角栄ですね。田中角栄もやっぱり中学しか出てないんですけども、新潟の農村から這い上がってきて総理大臣まで行きましたよね。で、しかもあれ、総理になる前って書籍出してるんですよね、日本改造論で。それが、ベストセラーになって、これを実現してほしいという国民の思いから確か総理大臣になったのかなというふうに記憶してますけどね。どちらにしても任期は1年半ぐらいだったんですけども、絶大な影響力、そして今に至るまでね、名前が出てきて比較されるような存在であるってことはかなり大きいんじゃないかなと思いますよね。でね、信用積み重ねるには今の連続っていうことだったんですけども、やっぱりね、そのインチキをする人も今の連続をやってるんですよね。だから結局は見分けられないということがあります。で、 FX 自動売買ソフトの話になりますけども、やっぱりね、勝てない人が自動売買ソフトを選べないんですよね。見分けがつかないんですよ。で、私は FX 勝てるようになりましたんで、自動売買ソフトの目利きができますから、役に立たない自動売買ソフトと役に立つものは分かるわけなんですよ。ですので結局自動売買ソフトって勝てる人の手間を減らしてくれるんですけども、勝てない人の手伝いは何にもしてくれないんですよね。それが真実じゃないかなと思いますけどもね。何にしてもね、楽して稼ごうって最初から思ってるうちは稼げないですよ。やっぱ色々やって自力でも稼げるけども、プラスで楽して稼げるものないかなみたいなところに、こういった自動売買ソフトっていうのは生きてくると思いますけどね。だから自力で稼げない人が、楽に自動的に、はい、ワンツースリーでポンと稼げるみたいなの、こういう発想ね、博打ですね、ギャンブルですね。こういうのは私も全然受け入れられなくて、本当になんか採用できないっていうかね、そういうのをね、もう一人たりともいなくなってほしいっていうか、そういう人破産してほしいなと思いますよね。楽して稼ごうみたいな、最初の最初からそういうこと考えてる人はね、もうどん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 詐欺にかかってほしいなと思います、私も。やっぱりね、何かトンネルを抜けるためには走り抜けないといけないですよ、息が切れるまで。で、それをした向こうに、きっとね、楽園っていうのが広がってくるのかなと思いますけどね。私も古い考えなのか、なんか苦労して何でもつかめとまでは言わないんですけども、だけどね、自動売買ソフトがたくさん売れたら、それは市場が壊れて自動売買で稼げなくなるみたいなことを考えられないのかなと思っちゃいますけどね。いってらっしゃい。